というふうに聞いたんですけども、うん、それは本当ですか。辞めたっていうより、なんていうかな、吸いたくなくなっちゃったって、そう話していた勝さんだが、会見が進むと、入院した時タバコやめたって言ったんじゃないですか。タバコやめたって言ったんじゃないですか。おっしゃったでしょう。もう長時間にわたりましたんで、もう。ああ。タバコはね。タバコは絶対ダメですよ。やめた。やめたじゃないですか今。加瀬さん、それはあれでしょ、お医者さんから一番禁止されてる行為なんじゃないですか。タバコって、お酒、お酒とね、タバコ、お酒は全く今もうやめてらっしゃいますか。何な、お酒は全くやめてらっしゃいますか。お酒、はい、お酒はね、ビールがうまいんだよな。ビールがね、どういう風にうまいかって言うとね、オレンジジュースみたいなうまさ、味が変わっちゃった。でも飲んじゃいけないんですよね、だけどオレンジジュースだからね、もうビールじゃなくなっちゃったんだ。